ブラックコーヒーを飲んでいたら調子に乗るなと言われました。白石です。週末ジムに通っているのに誰も信じてくれません。野田です。二人合わせて耕せ九州です。お願いします。地元のジムですか？地元のジムなんだけど、もうランニングマシンしか使ってないから、ね、ランニングマシンしか使わないんだったら普通に外ランニングじゃないですか？もったいない気がしますね。いやもう心肺機能だけを重視してる。なるほど。野田さん、最近よく聞くジビエってどんな意味なんですか？ジビエとは狩猟で得た野生鳥獣のお肉のことです。ちなみにフランス語です。私と野田さんもこの前の休日にジビエ料理を食べに行ってきました。めちゃくちゃ美味しかったです。鹿肉は脂肪が少なく高タンパク、アスリート食としても注目されています。イノシシ肉は脂肪が豊富でとってもジューシーです。日本の農作物の鳥獣被害について考えてみましょう。お米農家の A さんは出荷直前にイノシシが田んぼに侵入して稲を全てなぎ倒されました。匂いがついてしまって出荷できなくなり、1年の努力が一晩で水縄になりました。疲れ切った様子だったそうです。農家にとって鳥獣害はまさに死活問題です。野生鳥獣による農作物被害額は約160億円。近年被害が大変深刻化しております。ほとんどが鹿、イノシシ、猿です。農林水産省は深刻化する鳥獣害対策として様々な政策を実施しており、その中の一つがジビエ利用の促進と体制強化なのです。野生動物を地域資源として生かし、農家さんの所得向上にもつながる命を無駄にしない取り組みとして注目されています。もっと詳しく知りたい方は概要欄のリンク先をチェックしてください。最後まで見ていただきありがとうございました。次の動画も見てください。チャンネル登録よろしくお願いします。